アラブ航空会社機構の一員、エティハードとは連合のい、イッティハード航空と表記されることもある。また、設立当時は、エチアード航空とも呼ばれていた。イギリススカイトラックス社による、航空会社の格付けで、実質最高評価のザ、ザワールド5スターエアラインズの認定を過去に得て、いたが、 2019年5月に4スターエアラインへの降格が決まった。エティハド航空は、アラブ首長国連邦の第2代、大統領ハリー・ファビンザ・アイド・アール・ナヒアーンによって、2003年7月に、アラブ首長国連邦の航空会社として設立。アブダビ首長国の、いわゆるフラッグキャリアで、同じ UAE のドバイを拠点とする、エミレーツ航空と並び、UAE 呼び、 中東の代表的な航空会社である。エミレーツのように三大航空連合には加盟していないが、アライアンスを超えた、足したような高度シェア便で拡大を図っている。なお同社設立までは、アブダビ首長国が、バーレーンやオマーンと共に出資して運航していた、ガルフエアが、同国のフラッグキャリアであったが、エティハド航空設立に伴い、 アブラビシュ長国は2005年にガルフエアへの出資を取りやめた。2003年11月に商業運行を開始してから潤沢なオイルマネーを背景に新規機器材を投入し、2006年6月までに1ヶ月に1路線ずつ開設という驚異的な成長を遂げた。2004年には5機のボーイング777から 300ER と24機のエアバス機の総額80億ドルに及ぶ機材発注を行う。ハブ空港のアブダビ国際空港を中心に、中東やアフリカなどのほか、アジア各地やヨーロッパ、北アメリカ、南アメリカ、オセアニアなど世界各地に路線を展開している。2010年代に入ってからは、M&A による拡大路線を取っており、2014年現在以下の 航空会社に出資している。バージンオーストラリア以外はほぼ経営権を握っており、事実上の参加企業となっているが、経営マンによりそのご参加から外れた会社もある。ただアリタリアイタリア航空の2017年5月経営破綻に、加え、同年10月には、提携先のエアベルリン、同年12月には、ダーウィンエアライン、さらに2019年4月には、 ジェットエアウェイズが運行を停止するなど、参加企業の中には、経営が厳しいものも多く、それらに足を引っ張られる形でエティハドの連結業績も2016年2017年と赤字に転落し、業績不振に陥っている。このため、従来ライバルと見られていたエミレーツ航空との協力関係強化に走っており、操縦士の二車兼業を認めるなどの施策を打ち出している。 2013年11月17日、ボーイング777から 8X やボーイング787から10、エアバス A350XWB などの航空機を大量に発注した。同社は777から 8X のローンチカスタマーとなる。なお、エアバス A350-1000 は設計変更などの開発の遅れが生じたため、12機まで、 減少している。2015年の787と A380 導入を機に新塗装をまとっている。他に特別塗装として、アブダビ観光プロモーションとして、期間限定で塗装されることもある。高持つきとして A、A380 ザレジデンスの専用ベッドルーム長距離路線では、ファーストクラス、ビジネスクラス、エコノミークラスの3クラス制で、 単中距離路線はビジネスクラスとエコノミークラスの2クラス制である。なお、エアバス A380 のみ、ファーストクラスより最上級クラスのザレジデンスを2席用意している。ザレジデンスは座席を設けた個室のリビングルームの他に専用のベッドルーム、バスルームを配したものとなっている。2009年8月から投入する新ファーストクラスは個室タイプで 室内は全長2メートル、幅75.6センチメートルのフルフラットベッドになる大型シートを採用。シートはイタリアのポルトローナフラウ社製を使用するなどインテリアにもこだわり、個室の入り口もアラビア風のドアで演出。その他、マッサージ機能やパソコン iPod イーサネットケーブルなどのソケットが設置される。上級クラスでは テレビラジオや600時間以上の映画、ゲームを楽しめるアバードエンターテインメント機付きの23インチワイドスクリーン、LCD、専用アードローブ、ミニバーを設置している。新ファーストクラスは、エアバス A340 から622席を設置し、2010年末までにタキシュエも順次展開する予定。二千十一年から、パナソニックアビエーションと十年間にわたって、 機内エンターテインメントの独占供給の契約を締結。ただし、2012年12月現在、映画のジャンルに、東南アジア映画、韓国映画があっても、邦画のカテゴリーはない。2011年からボーイング777から、300ER や、エアバス A382X2 を供給することや、エアバス A350XWB 受領後には、 最新の X3 シリーズを搭載する。マイレージプログラムのエティホードゲストは、ニュージーランド航空、アリタリア・イタリア航空、全日本空輸、アメリカン航空、アシアナ航空、バンコクエアウェイズ、ブリュッセル航空、ジェットエアウェイズ、オマーンエア、パシフィックブルー、スリランカ航空、ウクライナ国際航空、ブイオーストラリア、バージンオーストラリアと提携している。また前述の、 エティ・ホード・エアウェイズ・パートナーズには、系列のダーウィン・エアライン、エア・セルビア、エア・セーシェルに加え、エア・ベルリン、ジェット・エアウェイズが参加しているが、一方で、アリタリアや、バージン・オーストラリアは、参加を見送っている。2014年10月には独自の航空連合として、エティ・ホード・エアウェイズ・パートナーズを立ち上げた。現在のメンバーかつてのメンバーエティハド航空は、 カキ航空会社とコードシェアを行っている。マンチェスターシティ特別塗装アブダビグランプリ特別塗装。ありがとうございます。